シュプットガルトクラブ公式からも遠藤はイギリスへ渡ったと発表。遠藤航はクラブから交渉の許可が出ました。彼はメディカルチェックのためにイギリスに飛んだので、今日はトレーニングには参加していませんでした。30歳になった彼には、プレミアリーグのリバプールに加入するチャンスが与えられている。それは彼の夢です。ほぼ公式発表と言っていいでしょうね、これは。クラブからもサポーターからも愛されてたんやね。本当はシーズン開幕というタイミングでキャプテンを手放したくないだろうに、彼の夢だからって背中を押してくれる心意気がすごいし、それだけ遠藤が愛されてるってことだよな。レジェンドはここ数年、私たちに多くのものを与えてくれた。リバプール FC で頑張ってね。遠藤航に感謝しなければならないことがたくさんある。もちろん、彼の代わりを務めるのは難しいだろう。そして多くの成功を、親愛なる航。ブフブへの素晴らしい献身をありがとう。お大事に。この絶対的なクラブのレジェンドに最高の結果を。遠藤にとっては夢、我々にとっては悪夢。頑張れ、遠藤航。ああ、キャプテン、マイキャプテン幸運を祈るレジェンド。新しい職場でも頑張ってね。私たちのためにいつもベストを尽くしてくれてありがとう。最高の男、彼の成功を祈る。あとはメディカルの結果を待つのみ。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。